と排出とそれから利用時間外の研修というか実習、それを組み合わせてね、皆さんに理解をしてもらいたいなっていう、そういう進め方をしているつもりなんですね。前回は、トゥリズムというその説明をしました。できるだけ簡単にね、トゥリズムの全体の大きな流れというものを紹介したつもりです。案外トゥリズムっていうのもですね、どっちかっていうと、とっつきにくい活動だったのかもしれないなとは思うんですね。ですからそれを大きく分けて、大体こんなふうな流れでいきましたよということを紹介したわけです。細かな中身につきましては、関心を持った人はさらに自分で調べてみてください。トゥリズム関係の資料というか解説っていうものは非常に多く、出版されています。ですから簡単にいろんな細かな経過というかな、作品にまで入っていくことができると思いますが、概要についてはほぼ、前回紹介した中身で尽きるんじゃないのかなって思います。さて今日はですね、それに続いて関連式の抽象化とは一体どういうものであるのかということについてお話をしようと思っているわけですね。コピーじゃないか、テキストの方はですね、授業時間の中で扱うのは12ページと13ページだけです。14、15はこれお話読み物にしてありますので、これは目を通して解いてください。これもまた分かりやすい説明になっていると思います。和式還元式ですね。さてこれは展覧会場で飾られている状態ですね。もう落ち着いた雰囲気で、日本の美術館の展覧会は今王政が始まったらしいですけど、これは行っても大変でしょうね。やっぱり日本の場合にはお客さんが集中しちゃいますので、落ち着いて見ることはできないんですよね。こういうふうにゆったりと展示してあると、本当に味わいながらですね、作品と会話するというか、会話することができるようなものだと思いますが、ちょっとおしゃれでしょ。分かりませんけどね、こちらの方の作品みたいなんですけど、とってもおしゃれな雰囲気を持っていますけども、でも完全式は後で言いますか、一生の間にですね、生涯の間に表現の仕方をどんどん変えていきましたので、今見えてるようなすっきりした綺麗な作品というものはほぼ後期という晩年のね、頃のものなんですね。だから前半はもっとドロドロした重苦しい、そういうような作品が多いわけですね。今日は還元式における抽象化とは一体何かということを紹介したいと思います。この肖像写真ですね、すごくこう知的な感じのするおじさまということですね。還元式はモンドリアンとともに抽象絵画の先駆者として位置づけられている。また多くの、著作っていうのは、いわばこれ論文です、著作を残しており、美術理論家としても署名であるというふうに評価されている人ですね。1866から1944、そういう人生です。でこちらにあるのはですね、カンディンスキー著作集というもので、1巻から4巻まで出ているんですね。4巻の回想とかっていうタイトルが付けられていますと、カンディンスキー著作集全4巻、いろんなカンディンスキーが出したものを日本の場合にこの4冊の本にですね、美術出版がまとめたというシリーズものなんですね。で1巻は抽象芸術論、で芸術における精神的なもの、これ最初に出されたものですね。2巻は点線、そして弁図かな、点線も並列じゃないんだけど、抽象芸術の基礎という、これが一番重要な著作です。3巻ではあと抽象画家の視察と記録ということで、いろいろなメモみたいに書いたものを集約してあると、関連式の解説、この辺ですね。大事なのはこれです。そしてその次に大事なのはこれ、この4冊っていうのは、大体どこの図書館にも置いてある。ここの図書館にもあります。さて、カンデスキーは、抽象絵画の先駆者として、モンドリアンと共に、双璧を成すというふうに言われていますけれども、
前々回かな言ったように抽象化と抽象会話というものの関係がありましたけれども、主な方法というのは省略したり除去して単純化したり、そういう方法、そして要素としては線とか色とか平面、そういうようなもので、要素で会話を作っていくんだよっていう、そういうことを言いましたが、まさにその通りのことを最初に言ったのが三日月式なんですね。今日は三日月を見ていきたいと思います。一番有名なのはこれです。なんだこれは。三角力だとね、殴り書きじゃないの、ちょこちょこ水彩絵で描いたようなものだねということ、それが分かると思いますけれども、三角形の抽象化とは一体何でしょうかということを今日は考えていきたいわけですけれども、ちょっとですね、疑問が生じるので、多くの人に共通する疑問をここに挙げておきました。彼はなぜ学者を辞めて画家になったのということがあります。実は三日月はですね、絵描きになろうと思ったのは30歳の時なんです。で、それまで何やってたのって言ったら、彼は学者だったんです。で、社会学の研究者だったわけですね。それが絵描きになっちゃった。なんでなのということですね。で、次、三日月はですね、私の絵はね、抽象画なんかじゃないんだよって。私の絵はね、反具象画なんですって言ってるんですよ。抽象画と反具象画って一体何が違うの？よく似たようなもんじゃないの？何をこだわってんのって言ったんね。この辺のところを見てですね、彼は自分では反具象画だって言ってるんです。一番大きな問題はですね、結局彼は、三日月は自分の作品を通じて何をなさったんだろう、これ一体何なんだいっていうことを見ていきたい。これが今日の中にということになります。幅 2.3m というと、実際にはこれよりももうちょっとありますね。これの 1.3 倍くらいかもしれないね。で、これはですね、4日で描き上げた作品なんですよ。油絵です。4日で描き上げた幅 2.3m、だからまあ150号より大きいかな、このちょっと横長ですね、このぐらいの大きさです。まあこういう描き方だからね、早く描けるのかもしれない。まあ、従来のアカデミズムの作家たちはね、1枚描くのに1年とか半年以上、1年2年かけて緻密に描きましたよね。で、それに比べるとこういう抽象的な表現というものは早いです。作品そのものはね。でも4日で描くってのは早いよね。まあそういう作品なんですけども、これを見て私たちは何を考えるか、どう見るかということなんですが、大きく分けると2種類です。作品を見るときの見方は、造形性という部分、これが目に見える要素、見えている要素の分析ということになります。造形性の分析をどう見るかということ。それから一体これ中身何なの？内容を解釈していく。この大きく分けると、私たちが作品を見るという行為の中においてはこの2種類なんです。造形性の分析、それから内容の解釈。これちょっと違うんですね。分けて考えてもいいわけです。前回のキュビズムにおいては、彼らは造形性に熱中したんだよ。内容はね、何でもよかったんだよって言いましたよね。そういう解釈をすることができます。今回の場合、三日月のよう、じゃあ考えていくときに、造形性においてどう考えていったらいいかっていうのは、ちょっと付け加えると、造形性の分析っていうものは、さらに分けていくと、形の分析、明暗の分析、色彩の分析っていうことが言えます。ね、じゃあ、完全式のこの絵で、形はどうなのって見ると、はっきりした輪郭線がないんです。線と面あるけれども、ボケていたり、曖昧にされていたり、かすれていたり、形が明確ではないということが言えますね。だから何が描かれているか分かりにくいということがあります。明暗はどうでしょう。普通立体物を明暗で表現するという部分では、立体感を出すためなんですね。
ボリューム感を出すために明暗を使いますけれども、この場合はですね、明暗というものがほとんど意識されていない。意識されていないよ。で、色彩はどうなのって言ったら、これはね、いわゆる色彩のルールがはっきりしないんですよ。あらゆる色、いろんな色は散りばめられてあるというか、混然としている。だから、造形性においては、ルールがはっきりしないということがあります。むしろ、反対かな、ルールを壊してしまって、ルールがないよう作ろうとしているかもしれないな。もう一つ大事なことは、何が描かれているか、はっきりさせるためには、実と図の関係というものを考えるわけです。バックがあって、その上に形が乗っかっている。そのことによって、これは何だというのが分かるわけです。字があって、バックがあって、そこに図が乗っかっていることによって、何が描かれているかが分かるんです。あれですけどですね。どれが、どこが字で、どこが図か、わからない。という。そういう面から言うと、造形性の、いわゆる一般的なルールとは全く違う状態になってしまっている。ということが言えるというね。さて、内容の解釈です。これは、見ただけではわかりません。一体彼は何を描いたのか、何を伝えたいのか、わかりません。でも、何かあるはずなんですよね。それを見る人は探さなくちゃいけない。まあ、謎解きのようなもの、クイズを解くような、そういう活動を強いられているということになります。